下ろす、クレーンで下ろさなきゃいけません。その双方とも手配ができてないという状況でございます。それは手配してるの？今手配を一生懸命やってるんですけども、要するに避難エリアに入ってしまったものですから、社員の人が手当がなくてですね、今社員の中から、その大型免許を人これをこれから、選び出してですね、そしてその人にお願いをしようというふうに考えております。あれ、総務班さん、今の話聞いたよね。ですね、それで要するに、退避地域をの中に入っていくということに対して、いわばその民間の会社の人たちはもう当然拒否を始めてるんです。それからそうなると、あとうちの人間しかいないよねと。で、今のはうちの人間が入るためには、じゃあ今度大型車両の運転免許がなきゃ運転できませんので、それを探すのがまた大変な騒ぎになると。まあ多分今やってもらうしかないんですけども、それでじゃあ自衛隊に頼むかというと、今自衛隊もですね、そういうところには行くことに対してものすごい拒絶反応がありまして、それでまあ官邸を通してやってはもらうんですけども、現実にはですね、その現実にはその現場の部隊の班長の判断になりましてですね、自衛隊のですね、それで結局行かせられないみたいな話になっちゃうというような状況に今あるということで、今政府の方に要求してあるのが、今小名浜のやっぱりのところまで来てるっていうことは分かってきてるんですけど、そっから先をどうやって運ぶかっていうのをですね、今ちょっと検討しておりません。自衛隊はあんまり当てにならないなという感じなんですね。